30代女性、ひろきさん大好きです。人には思い出すと恥ずかしかったり、情けなかったりで、えー、消したりたい、消し去りたい記憶や過去の一つは二つあると思いますが、えー、そのような記憶が急にふと頭の中に浮かび上がり、わーっと声を上げてしまうとがあります。葬りたい記憶や過去を自分の中だけでもなかったことにより処理できる良い解決策もあれば、ぜひアドバイスいただきたいです。今後はそれを魔法の呪文のように心の中で唱えたいと思います。よろしくお願いします。 あの、二つやり方があって、人によってどっちが合うかどうかっていうのが違うんですけど、で、僕のやり方と件数のやり方に多分分かれると思うんですけど、僕のやり方は嫌な思いをずっと何度も思い浮かべます。あの、一日暇な時間があったら、もう何回ああって言ってもいいから、あの、5分置きとかにタイマーを鳴らして思い返すっていうのをやります。で、5分置きに嫌な思いで思い返すっていうのを、だいたい2、3時間やると、そのうちああっていうのがめんどくさくなるんですよ。あの、人間って慣れる動物なんで、 なので、あの、まあ、思い返しても、いや、別にもうやることねえや。あー、めんどくさみたいになるので、大体、あの、一日頑張ると、あの、収まるんですよね。で、あの、件数の場合って、その、あの、あーっていうのじゃなくて、それを思い浮かべたときに、あの、左上を見るとか、足を叩くとか、何かルールを決めるんですよ。思い出したときに、あーっていうんじゃなくて、思い出しました。その時はこういう作業をします。みたいな、そういうサインを決めて、そのサインをするっていうのをやると、で、サインが長ければ長いほど、そのサインの行動をするという方に、 脳の意識が集中しちゃうので、あ、思い出した、あ、このサインのあれやんなきゃっていうので、気がつくとやってるうちに忘れてしまうっていう。そういうパターンがあるので、あの、性格によって違うと思うので、どっちか好きな方選んでください。